大体その決まったことを、ご報告申し上げますが、決まったのか、これが果たして通るのか通らないのか分かりません。まあ、声を出して、それから、ちょっと集まっていただいて、せっかくこういう、ここは座っちゃって、周りで立って見ていただいて、機会をいただいて、こういう場所を提供していただいておりますので、皆さんが、せっかくのチャンスでございますので、声を出して、そしてこれを実行に移してですね、もっとリアルなものにして、この地域を活性化させていただければ誠に願ったり叶ったりだと私は思うんでございますけども、私といたしましてはやっぱりこの辺は名物がないんです。で、私どうしてもこの名物を作らなくちゃ観光客は来ない。名物とそれから名所、名所はあるんです。結構お寺さんとか、あるいはいろんな昔の方のお墓ですとか、いろんな名所がございますが、名物がない。なんかこういう名物を作りたいと思って私は考えてるんですけども、それにはね、せっかく隅田川がきれいになっておりますので、ここでハゼでも養殖して、でこの橋原海岸へ来ればハゼの天ぷらが食えると、これを 名物としたいと、こんなふうに考えたんですよ。これはあんまりいいことじゃないのかなと皆さんが聞きたいと思っていることですけれども、それから今ちょっと話が出て笑いながら話したんですけど、ジジババアコンカスっていうのは、これがいいんじゃないかなと思って、非常にいい話だと思います。50歳以上とか60歳以上とかって言いましたけど、そんな話も出ましたし、まあ、全体的には九州を名所を巡り、そして広木塚、それから大垣二郎さんをメインに、1年に1回ぐらいは観光客を宣伝して、この辺を宣伝してイベントをやると。それにはいろんな看板から、それからホームページを作って、この辺の宣伝をしてもらうと、そういうふうに今商店会担当の堀越さんの方からこのホームページを作って、こういうこの今考えたようなことを発表して町の活性化につなげてください、こういうふうにアドバイスをいただきました。まあ、以上、こっちの話をどうぞよろしくお願いします。じゃあ B チームの方でどうしよう。はい、じゃあ続いて B チームで、ありがとうございます。B チームどうぞ。トイレだとか休むところ欲しいね。で、一番まあ端的に言ったら、お化け地蔵さんのところの正義さんのところ、お寺をもう少し何とかして、トイレを作って休憩できるところを作ると。で、それと同時に妙義塚のところ何もないんで、できればまあ自己観音みたいなもので、まあ妙義さんの妙若との関係からそういうものがあって、そういうシンボルができたら面白いんじゃないか。要は観光の目玉じゃないですけども、やっぱりその呼ぶ元のシンボルができてくるというか、ね、で、またこの辺っていうのは、さっきおっしゃってましたけど、史跡というか、結構多いんですけどね。ただなかなか看板とかの案内板ができてないんで、そういうものをもうちょっと整備して、街歩きをしていただけるようにしてもらうということも一つある。で、それともう一つ、この辺お寺が多いんで、で、振り返ってみると、このお寺って、法事だとか結構、来る人も食事のところって必ず必要になるはずなんだけども、お店がないよねと。で、3階さんぐらいしかないんじゃないかと。まあ、お蕎麦屋さんとかありますけども、まあ、法事やるところはほとんどないし。そういうお店ができてくると変わってくるんじゃないですか。で、それと、やっぱり、お花屋さんだとか、お寺さんに関わるようなお店も出てくるんでしょう。で、
そういうのをもう少し町として、できないかと、それともう一つ台東区の産業研修センターがあって、ここにクリエイターの方たちがいっぱいっていうところもないですけどいらっしゃるので、この11月の6人ぐらいに独立するそうなんですけどね、まあ、そういう人たちのお店がこうだんだんできてくるといいかな、まあ、できればあそこでもやってる通り町歩きの中でそういう工場の体験だとか含めて、されると面白いんじゃないかな、まあ、そういうことで、基本的にはもうシンボルがあって中心の拠点があって、それで町を前に来てもらう、で同時にこの他の理由の今お寺やなんかの来る理由があるものに対してのお客様に対しての、おもてなしができるような設備が揃ってくるような町づくりになればいいかなという感じでございます。はい、ありがとうございます。コンテスト、あとコンテスト